これより第2クォーターに入ります。攻守方向変わりましてトライスターズ画面右から左に攻める格好になります。自陣30ヤードからトライスターズセカンドダウン3。パス成功、空いている、独走に入った、残り20、10、エンゾータッチダウン。ここでクォーターバック21番左オープンを疾走したワイドレシーバー18番にパス、18番ノーマークになってこのパスをキャッチしまして一気に独走、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。トライスターズ先制となります。タッチダウンを上げまして6点先制となりました。見事なタッチダウンパスを投じましたのはクォーターバック21番の木田、それを取りましたワイドレシーバー18番が勝山でした。18番勝山は天理大学出身のチームのバイスキャプテンです。素晴らしいホットライン機能しました。ここでしかしイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンス側の反則です。フォルススタート、揃ってスタートを切りませんでした。5ヤード抜体という形になりましてトライ4ポイントやり直しとなります。さあプレー再開です。トライスターズトライ4ポイント、このキック決まりまして1点追加、トライスターズ7点、トヨタブルファイターズ0点、トライスターズ見事タッチダウンで先制を挙げました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点さらに追加となります。これ以外には自陣のエンドゾーンで倒される自殺点のセーフティーの2点があります。アメリカンフットボールの得点パターンはこの結果大きく分けると2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によって構成され引き分けが起こりにくい決着方式になっています。そして試合は得点を挙げたトライスターズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側がキックオフして試合再開です。従いまして必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい形になっています。さあこのリターントライス、トヨタ入ります。果敢にリターンしましたがここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。リターンチームの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んでは相手のボールを持って、それ以外の選手を掴んだり握ったりしてはいけません。掴んだり握ったりすることにより10ヤードの抜体を受けます。従いましてボールデッドとなりました視点から10ヤード下がりまして、その攻撃、最初の攻撃に入る形になります。ヒロ様メッセージありがとうございます。ブルの1番、つまりトヨタブルファイターズの1番の選手ですね、1番の江口選手に注目してくださいというメッセージありました。さあその注目すべきメッセージに応えられるでしょうか。江口選手攻撃に入れば幸いですが、さあトヨタの攻撃に入ります。トヨタブルファイターズ自陣15ヤードからファーストダウン10。パス成功。さあまだ倒れない、ナイスゲーム、ファーストダウン。
クォーターバック3番左に展開したワイドレシーバー30番にパス、30番タックル受けながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。トヨタブルファイターズファースター、素晴らしいパスを投じましたのはクォーターバック3番の江崎、取りましたワイドレシーバーは30番の三浦でした。江崎は愛知学院大学出身、そして30番三浦は同じく愛知学院大学出身の同じくルーキーのホットラインでした。今度はパスに見せかけたドロープレーだ。一気にスピードになりまして中央切れ込みました。ランニング枠28番でしょうか、見事なランでこのラン、これを5ヤードゲインに変えております。ランニング枠28番は藤野選手でした。トライデント外国語出身とありますね、おそらくは専門学校生でしょうか。逆に言いますとアメリカンフットボールを大学時代経験しなくてもこちら X リーグに参戦しているという非常に素晴らしいプレーを見せております。とても未経験とは思えない素晴らしく果敢なプレーでした。これはナイスパスカット。ここで一気に奥をつかんとするロングパスをトヨタは投じましたが、このパスをトライサーズ27番ワンハンドカットしまして、このパスを阻止しております。パス不成功となりましてサードダウンに変わります。素晴らしいパスカットを決めましたトライサーズ27番の佐川、手塚山大学出身のプレイヤーです。こちらも無名校ながら素晴らしいプレーを披露しております。トヨタブルファイターズサーダウン5、ボールオンは自陣39ヤード。ここでホイッスルになっている。オフェンスの反則です。失礼しました、先ほどのプレー反則は無効となりました。反則は発生しておりませんでした。ここで審判団状況の再確認をしております。アメリカンフットボールは審判もそれぞれ専門のパートがありまして、各ポジションによってその任されている役割は異なります。それぞれに専門的に動いておりますが、その連携乱れると試合そのものの進行の妨げになるため、このような形で常に協議をし状況を再確認しております。さあ試合再開となります。トヨタブルファイターズ自陣39ヤードからサーダウン5、パス不成功。ここでクォーターバック3番右に流れてパスを投じましたが、これをトライサーズ27番あわやインターセプトという素晴らしいカバーを見せまして、パス不成功に終わらせています。トヨタブルファイターズフォースダウンに変わります。 TY 様メッセージありがとうございます。愛知学院大学出身の皆さん頑張ってくださいのメッセージ、おそらくこれは先ほどから読み上げております愛知学院大学出身のプレイヤーに対する激励でしょう。チームに対しても非常に価値のある応援だと思います。
さあここでイエローフラッグ反則が発生しています。非常に激しいプレーでした。果敢にリターン敢行しようとしパンとしたボールをトライスターズ確保しに行きましたが、ここで激しい接触がありました。反則はトヨタ側の反則という形になりました。アナウンスマイクがありませんでしたが、パーソナルファール、不必要なラフヒット、アンネセサリーラフネスという形の判定を取った模様です。パーソナルファールは極めて重大な反則として扱われます。反則発生地点から15ヤードの罰退を受けます。従いましてトライスターズ15ヤード前進し攻撃を終えます。トライスターズ結果的に相手陣45ヤードという位置からのファーストダウン点に入ります。さあマラスナイスファーストダウン、ナニマック22番ハンドオフを託されまして中央突破、タックル受けましたがそれを弾き飛ばし、さらに前進して攻撃権更新です。トライスターズファーストダウン。素晴らしいファイトあふれるランプレーを決めましたがトライスターズ22番の、高島でした。同志社大学出身のプレイヤー、闘志あふれるランを決めましたトライスターズ、まず一歩前進しております。トライスターズ相手陣35ヤードからのファーストダウン10。さあ再び中央へのランプレー、今度はフルバックのダイブプレー、キャリア34番密集点すり抜けるように約4ヤードのゲインを果たしています。トライスターズ34番は伊橋エイジ52、チームの監督であり代表でもあり、そして闘志あふれるプレイヤーでもあります。さあ勢いに乗ってきましたトライスターズ、相手陣31ヤードに入りましてセカンドダウン6の状況。パス成功、ファースター、クォーターバック21番ハンドオフへから右ブーステック、そこから2番にパスを通しまして2番キャッチアンドランで攻撃権更新です。トライスターズファースター、見事なプレーアクションパスを投じましたのはクォーターバック21番の木田、三田翔成高校出身のチームキャプテン、そして取りましたのはワイドレシーバー2番の大畑、大阪商業大学出身のプレーヤーです。トライスターズ相手陣10、5ヤードの位置に入りましてファーストダウン10。さあ今度はランニングバックにトスをしてのスリープレー、
相手選手を吐き飛ばすように左オープンを駆け上がるこのパワフルなランプレーによりまして、ランニング枠22番左オープンを約5ヤードほどゲインしております。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクとなります。さあ互いに迫力あるプレーが散見しておりますこの本日の第3試合、ともにやはり X2 へのチャンスがあるというその大きなビッグイヤーとなっていることがひしひしと伝わる非常に白熱したプレーが散見しております。その中で現在トライスターズが勢いある攻撃を展開し、一気に相手陣深い位置に入ってまいりました。この攻撃をタッチダウンに結実することが叶うでしょうか、あるいはトヨタブルファイターズこれをしのぎ反撃の糸口を見出すでしょうか。試合再開となります。トライサーズ相手陣9ヤードからセカンドダウン5。パス不成功。ここで一気にエンドゾーンを狙うパスを投じました。ワイドレシーバー18番でしょうか、これをレシーバー競り合いながらなんとかキャッチ試みましたが、しかしわずかに及ばずパス不成功となっています。トライサーズサーダウン5。さあここでランプレイいった、トライスターズファースター、この5ヤードランニングワーク22番見事に中央突破しまして攻撃権更新です。トライスターズファースター、見事なラン決めましたな。ランニングワーク22番の高島、同志社大学出身、その素晴らしい経験があふれるランプレイは攻撃権更新果たし、一気に相手陣4ヤードからの攻撃を終えます。トライスターズファースターントゥーゴール、残り4ヤード。さあフルバックに突っ込ませます。最短距離をまっすぐ突き進まんとするランニングランプレー、ダイブプレー、これによって約1ヤードのゲインを果たしています。トライサーズセカンドダウンに入ります。トライサーズセカンドダウン2ゴール、残り3ヤード。パス不成功。今度は右に展開しておりましたワイドレシーバー13番を奥に走り込ませるタッチダウンパスを狙うパスプレーでした。しかしこれはトヨタのパスカバーはよくパス不成功に終わっております。トライスターズサードダウンの攻撃に入ります。トライサーズサーダウン2ゴール、残り3ヤード。これはトヨタナイスディフェンス。ここでクォーターバック21番ハンドオフへから自らの走力で状況打開を図りましたが、これはトヨタ3番見事に対応しましてこのランプレーを阻止しております。素晴らしい対応をしましたトヨタブルファイターズ3番の江崎。
愛知学院大学出身、本日はクォーターバック兼任で奮闘しております。さあここでトヨタが前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ここで守備側のトヨタがタイムアウトを使いました。ここでこの攻撃をしのぐ形になりまして、得ました攻撃の機会を残り時間使って同点に追いつく攻撃に結びつけたいという考えでしょうか。失礼しました。タイムアウトはトライスターズが取っております。トライスターズフォースダウントゥーゴール、フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは24ヤード。このキック成功、3点追加となります。トライスターズ4点、トヨタブルーファイターズ0点。トライスターズ見事この攻撃シリーズフィールドゴールで加点する形に成功しました。前節でも素晴らしいキッキングを見せておりました中塚、未経験と思えない素晴らしいキック力を披露しまして、この試合でもそのキック力を見せております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。さあ先ほど得点を挙げましたトライスターズのキックオフで試合再開となります。トヨタリーダーに入った。右オープン展開を図りまして16番自陣30ヤード付近の攻撃位置を得ます。愛知、トヨタリターナー16番は高野でした。上智大学出身。トヨタブルーファイターズ自陣32ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、しかしここはトライスターズディフェンス踏ん張ります。ランニングバック15番スピードに乗って中央突破を図らんとしましたが、これはトライスターズ、素晴らしいディフェンスラインの奮闘によりまして1ヤードのゲインにとどめております。トヨタブルーファイターズセカンドダウン9。パス成功、ファースト。ここで中央を切れ込んだワイドレシーバー3番にパスを投じまして、3番これをジャンピングキャッチして攻撃権更新です。トヨタブルーファイターズファースト、素晴らしいキャッチを決めましたのはトヨタブルーファイターズ3番の江崎、愛知学院大学出身のプレイヤーです。トヨタブルーファイターズ相手陣44ヤードに入りましてのファーストダウン10。さあ今度はクォーターバック自らがランプレーに入りました。右オープン展開しまして約4ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル。
トヨタ、ここで前半2回目のタイムアウトを取りました。時計修正させていただきます。前半残り時間は1分25秒となっております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけました様々な企業様、そして多くの個人様のご寄付、ご記者によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。できる限りそのご期待に添えられるよう、私も個人ではありますができる限りの全力を尽くしたいと思います。試合再開です。トヨタブルファイターズ、相手陣40ヤードからセカンドダウン6。さあ、このパスの判定はパス不成功です。パス不成功の判定となっています。非常に際どいプレーでしたが、わずかに先に地面についておりました。トヨタブルファイターズ、サーダウン6、ボールオンは相手陣40ヤード、前半残り時間は1分16秒。QB サーク。ここでパスを投じんと下がりました、クォーターバック16番、しかしそれを狙いしましたのはトレスターズ37番、QB サーク。パスを投じる前に仕留めました。素晴らしいプレーで QB サックして、このプレーを寸断しましたのはトライスターズ37番の高岡、大阪学院大学出身のプレイヤーです。さあ、しかしトヨタギャンブルします。フォースダウン16でこの攻撃権更新を図ります。パス不成功。この状況を打開せんとパスプレーに入りましたトヨタですが、しかしこのプレー失敗しましたので4回目の攻撃失敗で攻守交代となります。攻撃権変わりまして、トライスターズの攻撃に変わります。前半残り時間は24秒となっております。トライスターズハーフウェイからファーストダウン10。2ダウン、ここは無理をせずダンプレーとして時計を回します。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、トヨタブルファイターズ0点、トライスターズ10点、トライスターズがワンタッチダウン、ワンフィールドゴールリードをする形で前半終了となりました。